島市磯部ふれあい公園は、三重県島市にある、都市公園。通称は、ふれあい公園、ふれあい。島市が設置し、NPO 法人磯部スポーツクラブが、指定管理者として、管理、運営を行う。国道167号沿いの小高い丘の上に、位置する。当時の島国磯部町が、町民からの要望と時代の要請に応じるために、 建設した公園で、磯部町のシンボルとして位置づけられていた。磯部町民の健康増進、体力連成文化活動の拠点として利用されてきた。都市公園の分類としては、地区公園であり、総面積は5.0ヘクタール。園内は、管理事務所を併設する総合体育館、多目的広場、遊具や休憩車植栽のある幼児広場、芝風広場、 テニスコート、遊具のある冒険広場からなる。触れ合い公園の中核施設。1階にアリーナ、ステージ、管理事務所、医務室、控え室、放送庁公室、更衣室、器具庫、トレーニングルーム、会議室、キーダールーム、ポンプ室、機械室、3室の倉庫が2階に固定式の観客席が280席ある。 面積11,479平方メートル、照明6基を備える土のグラウンド。2007年度の利用者数は12,012人。軟式野球やソフトボールに、主に利用される。日常的には、野球の練習やスポーツ少年団、中学校体育連盟などが使用するが、中日本総合選手権、ソフトボール大会、毎日杯争奪少年サッカー大会、 東日本軟式野球大会などが開催されたことがある。全員転候型のテニスコートが4面ある。コートの回収要望が上がっている。2007年度の利用者数は2696人。1989年6月にふるさと創生事業、検討委員会が発足し、同年7月21日に答申を出した。これを受け、磯部町は、 ふるさとづくり特別対策事業と都市公園事業を導入し公園建設を開始した。磯部スポーツクラブは三重県島市の磯部町域で活動するスポーツの団体、略称はイスク。1999年度から磯部町スポーツ派遣主事から総合型地域スポーツクラブの話があり設立準備を進め2002年6月20日に正式に発足した。 2008年4月には、磯部ふれあい公園の指定管理を受託。同年4月24日に、NPO 法人の認証を取得する。事務所は、ふれあい公園総合体育館内に置いている。2011年度の会員は408人。ありがとうございます。